日本共産党の小池晃です。4人の参考人の皆さん、ありがとうございます。安永参考人にまずお伺いしたいんですが、先ほどの津田理事からもあった過半数労働組合の意見聴取問題なんですけど、まあ、経営側の方は、組合が反対しているのに押し切るということはほとんどないから、これは歯止めになるんだということなんですが、こういうことがあの成り立つのかと。 いうことをあの労働組合の、えー、立場で、えー、言っていただければと思うんですが、安永参考人、えっと労働組合とその属地で言いますけれども、あの連合の中でもですね、かなり、えー、労使紛争を抱えているようなあところもありますし、経営側が、えー、全く、えー、労働組合を相手にしてくれないようなところも多くございます。おそらく経団連はの 立場でいうと、そういうところはないということだと思いますが、それとて、さまざまな課題を抱えているところがある中で、労使が意見対立しているところは当然ありますので、えー、そういったことで、えー、常用代替防止の立場から反対することはあるというふうに思っております小池晃君。まあこれは実態としては、これはあの成り立たない、歯止めとしては成り立たないんじゃないかというふうに私は思います、まあ、おっしゃるとおりではないかなと思うんです。えー、関口参考人にお伺いいしたいんですが 今日お配りいただいた時給がこうダウンしているというグラフ、これはあの私も委員会の質疑で使わせていただいたんですで、これを見ると本当にあの賃金の低下が著しいなと、一方であの厚労省の資料を見るとあんまり変わっていないんですね、ただの厚労省の資料というのはあれ事業者側を通じたし調査で、ユニオンの方の調査は,これは労働者に対する調査だと思うので、私はこの方がより実態を リアルに反映しているのではないかなと思うんですがその点ご説明いただけますでしょうか関口参考人、はい、ご質問ありがとうございますまさに今小池先生おっしゃったとおりだと思いますあの、えー、こちらは労働者調査ですので実際に、えー、手にしている時給を調査したもので厚生労働省は事業報告などをもとにした事業所調査なのでそこでの差というのは当然あり得るだろうなと思います 小池晃君鎌、えっと、田参考人にお伺いしたいと思いますであの、専門26業務の廃止問題なんですが、これ、労政審では労使双方とも廃止を主張してないで、しかし結論としては廃止が今回提案されております、でまあ、専門業務、分かりにくいということであれば、これは廃止ということではなくて、真に専門的業務に限定する道もあったんではないかなというふうに思うんですね。 で、公益委員としては、こういう道を提案することは、お考えにならなかったんでしょうか。鎌田参考人、うん。あの、まあ、私があの労働政策、あの受給部会の。部会の委員ということで、ご質問かと思いますが。あの、私、まあ、あの、最後については、ちょっと記憶定かでないところもあるんですけれども。あの、えー、っと、この。 業務限定、26業務を含めた業務限定の仕組みをどうあの取り扱うかということにつきましては、あのえー、確かにあの当初は、あのまあ、組合労働側の方はあの反対を周知されていたと思います、で、あの使用者側のご意見はです、ねあのまあ、当初はあのはっきりしたご意見ではなかったのでありますけれども、 あの途中からあのこの業務限定の仕組みをなくすと、区分,記事区分をなくすという方向で、あのその商社側の意見としては、あのえー進あのまあ、まとまっていったのではないかというふうに思っております。であの途中で、あのえーとまあ、あのこれもはっきりしあの記憶としては定かではないんですが、 あのえー、と2つの案をです、ねえー、あの作ってほしいという、これ、使用者側からの,あのご依頼であの、えー、2つの案を提示をしてもらいたいということで、1つはあの研究会報告を踏まえたような案、もう1つはその今、先生おっしゃったような、あ 現状の業務を維持したような形での案ということで、あのご依頼があって、それに沿った形であの、案を出して議論をしたという経緯であったというふうに、あの理あの記憶をしておりますす以上です小池晃君私はちょっと労政審の記録を見ても、そういう印象は受けないんですが、まあ、経団連の方もまも、あ、これ、二十六業務については、廃止に懸念を。お 表明した経過もお今後の労働者派遣制度のあり方についてという文章の中では、ね、あったしそういう経過ではなかったのではないかなというふうふに思うんですがあの安永参考人に、あのー、今の経過も含めて、えー、ご意見いただければと思うのとあと、先ほどちょっと手続きの問題で最後、時間がなくなってしまったので私もちょっと異常なんじゃないかなとこの労政審の運営は、まあ、オブザーバーというのを大体参加させることはかつてまあこれはやっぱり派遣法のときにもう一回あったみたいですけど まあ、極めて例外的だったし、まあのー、それから今度の与党修正も、これ結局、確保なのに、労政審でやってない、それからあの今後の問題でいうとね、これ、奨励事項が26項目、それ以外も含めて41項目もあるっていうんですが、でこの9月1日なんてありえないと思うし、まあ、1か月延期みたいな話もありますけど、私はそれだってまともな労政審の,この政令のね、審議が保障されないのではないかっていうふうに考えるんですが。 いかかがでしょうか安永参考人まず、あの26業務の論議経過ですけれども、私どもとしても、当初はですね、使用者側の委員からも、26業務の見直しについても論点とすべきだということが言われていましたし、途中でもですね、 26業務すべて撤廃というのは短絡的であって慎重な議論が必要という意見も、視聴者側から出されていたというふうに認識をしております、えー、私どももその具体的に議論、時間をかけて、安く買いたかれるような業務は無期限にすべきではないというようなことで、現場の実態を十分踏まえた議論ももっと煮詰めるべきであったというふうに思っております。 だから、手続きの問題については、あの全く同感でございます、えー、業界団体のホームページを見ますと、大臣にあの要請に行かれて、あのその労政審に出席したい旨の要請がされたところが写真付きで出ておりまして、私もあの確認をしましたし、終、え、始、ーえー、経営側の皆さんの 発言の中でも、ですねオブ、オブザーバーの方がそが、先ほど申しましたように、ほとんど喋っておられるというような状況もありました、それから政令についても、ですね、重要な中身、あの仮に通るとすれば、ですね、重要な中身がたくさんございますので、そこへんは、あの議,論あの議論も時間をかけないといけないし、やっぱり何といっても周知期間が必要ではないか、これ,これだけの大改革ですので、きちんと あの経営側の皆さんにも、労働者にも周知をする、その時間が必要だというふうに思っておりますす以上です小池晃君私も全く同感で、そういう点でいうと、もうこの国会でこれを通すなどということはやっぱりやってはいけないんではないかなと、やはりその一旦これは廃案にして、もう一度こう考え直すということが必要なんではないかというふうに思っています。最後あの見なし雇用の問題一言関口参考人にこれ10月1日からね まあ施行されるこれに対する期待感というのはやはり派遣労働者の中にはあるんではないかなと思うんですがそこはいかがでしょうか。関口参考人。はい、えー、ご質問ありがとうございます。あのまさにご指摘の通り、えー、今回ちょっとあのー、こちら、えー、持ってこなかったんですけれどもあのー、非常に派遣労働者の中で強いというかあの高い期待を持ってます。やはりあのー、皆さん安定した雇用で働きたいという希望を持っていますから。 このみなし雇用、なんとかこれを使って、安定した雇用が得られるのであれば、そういう形で働き続けたいというような希望を持っている派遣労働者というのは、極めて多くいるというふうに考えています小池晃君。まあその点でもね、やはりその10月1日のみなしの前に施行しなければいけないなどということは、やっぱりやるべきではないということを申し上げたいと思います終わります。